もソフィアです。ここから私がキャラクター紹介をします。どうぞ。今回はゆゆこさんですね。名前は西洋寺ゆゆこ。二つ名は死の桜を操る亡霊。舞い踊る市長、冥界の亡霊です。ゆゆこさんらしい二つ名ですね。そして種族は人間と亡霊です。生前と死後の種族二つを持ち合わせております。性別は女性、性質は亡霊らしく霊の力を持ち合わせております。年齢は24歳からプラス約1010歳以上です。つまりゆゆこさんは、約1000年以上前に誕生し、24歳の頃に亡くなっております。誕生日は4月9日、星座はお羊座ですね。能力は死を操る程度の能力、こちらを解説しましょう。死を操る力を持っていることから、すべての技に種族性が含まれているようです。生物や植物など生命を宿すものに触れ続けると死が蓄積されます。ここは3の触れて無効化する力と似てますね。そして死は霊気を操り、そしてまとうことで種族性と氷属性の耐性が上がるようです。この霊から狙われにくくなる性質のおかげで迫力牢で生活できるわけですね。そしてお次は覚醒後に得られる力です。種族性が強化され、霊気による氷魔法を扱えるようになってます。そして霊体のみが通れる霊道を生成できます。この辺はカイナッツを線でお見せしてますね。戦闘描写が少々少ないので今後に期待です。お次は属性耐性、霊体であるおかげで種族性は完全無効、霊気のおかげで氷属性の耐性も上がってます。状態異常は氷属性による凍結耐性、亡霊であり体があることからゾンビ耐性も高めのようです。お次は幻獣の解説です。どうぞ。名前は用心棒、二つ名はダンマシン、美しき一線、魔物を蹴散らす力です。ゆゆこさんにぴったりな幻獣ですね。種族は幻獣、性別は男性、性質は幻獣の力と神の力の恩恵を持ってます。年齢はなんと、32億2800歳以上、さすが幻獣ですね。年齢の桁がおかしい。誕生日は4月10日、星座はお羊座です。偶然にも誕生日が1日違いですね。お次は能力、魔を切り裂く程度の能力です。どうぞ。魂、霊体、思いの塊など実体のないものでも、邪悪な存在であれば切れる強さを持ってます。つまりエボンジュさんみたいな相手でもダメージを与えることができるってことですね。さらに邪悪な存在であればよりダメージが入るそうです。ただしあくまでも切る力、通常の物理や魔法に能力効果は得られないそうです。剣士向けの力ですね。覚醒後にはそのデメリットもなくなります。ダンマ等の生成が可能になりますね。切った相手の切り口を腐食させ、再生効果を消し去ります。内部も外部も優秀ですね。進化後がどうなるか楽しみです。次は属性耐性、炎と死属性に強いみたいですね。そして状態異常の耐性も優秀です。さすがは幻獣。白老剣と老漢剣は用心棒さんがギルガメッシュさんに与えたものとおっしゃっていたので、もしかしたら初期装備はその2つだったのかもしれませんね。その謎ももしかしたらゆゆこさんのアナザーでわかるかもですね。それでは本編どうぞ。私は、あのまま眠り続けた。病気は私を優しく背負い、母を弔うために父が眠っている桜の木まで運んでくれた。本当は途中で目が覚めてたけど、降ろされると思って寝たふりをしていた。それだけとても心地よかったから。ゆゆこ様、必ずやあなた様に幸せを、夢と共に叶えるために全身全霊でお守りいたします。二度と不幸に遭われぬように。私が起きたことに気づいたのか、ただ思いを言葉にしてくれたのかわからなかった。だけど、ありがとう、病気。おはよう、病気。目覚められたのですね、ゆゆこ様。やっぱり、夢じゃなかったんだね。ゆゆこ様へ使命を繋いでくださいました。無事に使命を果たし、ご自身の幸せを望まれたのです。まだお辛いでしょうが、これは変えようのない運命、10日前を向き続ける強さを、しばらく離れたところにおります。別れの前に思いをお伝えください。いいの。よろしいのですか？別れは言いたくない。心の中で生き続けてほしいから。こんな考えじゃダメかな。お母さんだったらきっと受け入れて精一杯生きようとするよね。だけど私は、思い出だけの人であってほしくないから。いえ、進み方は人それぞれです。そこに強き思いがあれば。そうですね、人は意志を受け継ぐことで記憶に残り続け、永遠の命を得る。それも一つの道でしょう。お母さん、ゆゆこ頑張るからね。おやすみなさい。お父さんと仲良く過ごしてね。この時、病気はどんな気持ちだったのかな。それから一言も話さずに、ただずっと、私の背中を見守ってくれていた。その後、病気は母を丁寧に埋め、長い時間手を合わせてくれたわ。ゆゆこ様、一度魂魄家に向かいましょう。このことをお伝えしなければなりません。それと、人は感情的になると不器用に、身を守る術を失います。今後大切なものを失わぬよう、剣術の心得を教えたいと思います。剣術？私も戦うの？心得とは精神と心、意志と思いを鍛える修行です。それらを極めることで困難に立ち向かえる強さを得ることができます。敵と戦うことだけが修行ではありません。自身と向き合い乗り越える強さ、修行とは心身を鍛錬、浄化することなのです。時には戦うことが必要でしょう。私が守ることもできます。しかし、ご友人や恋人、ゆゆこ様が愛されるものが必ず現れます。ゆゆこ様自身が守らねばならぬ時がきっと来るでしょう。私自身もまだまだ未熟な存在、身も心も鍛え直さねばなりません。ゆゆこ様は一緒に歩むと約束してくださいました。私たちのためにも、ゆゆこ様自身のためにも、改めて共に突き進む決断を、乗り越えた先には必ずや幸せの光が。わかった。頑張るって約束したもんね。修行も頑張るよ。きっと、お母さんも喜んでくれるよね。いつもゆゆこ様を見ておられると思いますよ。その後、私は魂魄家にお世話になり、剣術の心得を学んだ。
しかし、病気の父に当たる方が、家宝でもある白老剣と老漢剣を持ったまま帰っていないことを知らされ、私たちは新たな修行をしつつ、刀を探す旅に出たのである。その旅の途中だった、ある神様に出会ったの。その神様の名前は、ヘカーティア、ラピスラズリ、月と地球、そして異世界を司る存在らしいわ。病気は怖がっていたけど、私は不思議と怖くなかったの。彼女は優しい人だって、目を見てわかったから。あの目は、母が父を思い、月を眺めていた時と同じ、きっと寂しい思いをし、今の私と同じなのかなって、そう思ったの。どうしたのかしら、そんなに見つめちゃって。私はヘカーティアちゃんと友達になり、ある約束をした。どんなに困難で、苦しくて辛い道だったとしても、立ち止まらずに進み続けると、その代わり、私が望む世界にすると約束してくれたわ。うん、約束は守るよ。二人だけの約束だね。再び桜の木に手を合わせた後、私たちは旅を続けた。どのくらい歩いたのだろうか。病気は刀の行方を探すために人に尋ね続けた。その結果。なんと、それは本当か。ああ、妙に怪しい格好してたからね。それにものすごい武器のようだった。多分その人じゃないかな。どの方向へ歩いて行ったかわからぬか。あっちの山奥の方だね。だけどあっちは危険だから行かない方がいいぞ。モンスターや妖怪がうようよいるからね。ふむ、承知した。情報感謝する。ねえ、本当に行くの？病気が良くても私が怖いわよ。相手は父を葬った可能性のある相手、ゆり子様を連れて行くわけにもいきませんし、黙ってるわけにもいきません。しばらくどこか安全な場所に身を隠してほしいのですが。私を置いてくの？それはそれでなんか。ふむ、どうしたものか。病気は一つの使命を果たすために戦わなきゃいけなくなった。しかしそこはこれまで以上に過酷で危険な場所。さすがに私を連れてはいけなかった。そんな時、降格降下、ある一人の妖怪に声をかけられた。そこのあなたたち。ん？何やつだ貴様。あまりいい話は聞かないわね。ちょっとこっちに来てもらいましょうか。そう、これがゆかりとの出会いだった。そう、それは大変だったわね。彼女の存在理由がよくわからないけど、とりあえず問題を起こさないのであればいいわ。悪かったわね。いえ、こちらもまさか幻想郷の賢者様とは知らず、申し訳ございません。そこで賢者様であるゆかり様にだからこそ頼みたいことがございます。何よ。ゆり子様を、しばらく預けさせていただきたいのです。はあ、そんなの困るんだけど。勝手なお願いであることは重々承知しておりますが、先ほども申し上げた通り、私は家宝のため、父のために戦わねばなりません。ゆり子様のおそばにいることが何よりも最優先すべきことではありますが、刀がなければコンパク家の未来も途絶えてしまいます。ゆり子様の命と刀は、私たちにとっては未来でもあり希望でもある存在、ゆかり様にしか預けることができないのです。そんなこと言ってもね、ずっと見てる余裕もないのよ。巫女も子育てで忙しいしさ。やっぱり無理ね。そっちの事情はわかるけど、こっちもいろいろ背負って生きてるの。赤の他人の命まで責任を背負いたくないわ。まだお伝えしてないことがございます。ゆり子様の母上様について。母親？この時陽気がゆかりと何を話していたかはわからない。私は当時の巫女と仲良く話していたからね。でもなんとなくわかる。おそらく私の力について話していたのでしょうね。陽気は事細かに事情を伝えた。私のせいで母が死んだこと、それによる被害の大きさ、他の者に任せられない理由、ゆかりの反応は、あまりよろしくなかったみたいね。だとしたら余計ここに置いておくわけにはいかないわ。私やあの子なら耐えられると思う。だけど赤ん坊もいるのよ。わかってるでしょ。あの子の寿命はギリギリの状態、霊力で結界を張ろうならすぐに尽きる。あなたがいつ戻ってくるかもわからないのに、それまで力が暴走しないように見張ってろですって。そうです。冗談じゃないわ。こっちは月との戦争を終えたばかりなの。もし攻めてきたら彼女は絶対に守れないわ。リスクでしかないのよ。私には私の使命がある。あなたも同じ立場ならそう思うでしょ。あまりにも身勝手すぎる理由だわ。ゆかり様、ここからは私の考えをお聞きください。私にはゆり子様を連れていくという選択肢もなければ、刀を諦める選択肢もありません。私が敗れればゆり子様は本当に孤独になってしまう。ゆり子様を危険視する理由ももっともだと思います。最悪異変を招く可能性だってある。その時は巫女様もゆかり様も容赦ないでしょう。ですが、彼女は命をつなぐ存在です。死だけが全てではないはず。命を与える存在にも成り代わるって言いたいの？そうです。生と死は二つで一つ。今は死だけの存在でも未来ではどうなってるかわからない。もしそうであればゆかり様にとって得なはず。私たちは形は違えど目的は同じ。互いに今果たすべき責務を終えた後は、協力関係でありたいと考えております。そして、もし命をつなぐ存在になれば、巫女の寿命の問題を解決できるかもしれません。ゆり子様には人としての幸せを手に入れてほしいだけなのです。お願いします。もし拒めば面倒なことになりかねない。それにもし知っていることが未来に事実として起きれば、巫女の幸せにもつながる。監視するという意味でしばらく預かるわ。もし問題が起きればどう対処するかわからないわよ。どんな理由でも構いません。他に任せられる方がいない。わかった。あの子は私たちが預かる。命の保証はないけどね。こちらが抱えてる問題を優先させてもらうわ。ありがとうございます。ゆかり様、やはりあなたはお優しい。
そう言いつつもゆゆこ様の身を案じてくださる、あなた様に任せて正解でしょう。いいからいつ頃帰ってくるのか教えなさいよ。こっちもボランティアじゃないんだからね。正直わかりません。情報通りに向かった先にいるのかいないのか、そのものであるのか違うのか、私が生きて帰れる保証もないのです。もし私が何年も帰ってこないようであれば、ゆゆこ様にこうお伝えください。ゆゆこ様自身が進みたい道を選び、悔いのない人生を歩めと、それが私の望みです。わかったわ。本当に死を覚悟してる。巫女と同じだけ未来へ繋ぐ理由があるのかしら。あの子の何をそこまで信じているの。まあいいわ、あなたが信じる理由、私が直接確かめる、命を懸けてまで守る理由があるかどうかをね。